ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。霊夢、お前はちゃんと家の戸締まりしてるか？もちろんよ。世の中はいつでも物騒だし、可能な限り自分の身は自分で守らないと、鍵の閉め忘れで不審者に侵入されたら怖すぎるわ。ちゃんとしてるな。立派だぜ。いきなりこんな話をしたのはな、生配信中に不審者、もしくは不審者らしき存在が映り込んでしまったヤバい事故について解説しようと思ったからなんだぜ。ふーん、なんか怖そうだけど、話してくれるなら聞くわ。よし、わかった。ということで今回は、侵入者が乱入してきた生配信を解説していくぜ。最初に紹介するのは、当時18歳の女性声優、佐藤のぞみさんだぜ。彼女は声優として、テレビ番組や CM、舞台など、いろんな場面で活躍しているんだ。あと、これは言っていいのかちょっと迷うが、ある人気 VTuber の声優も担当しているそうだな。そんな彼女だが、YouTube で顔出し配信も行っていてな、配信をするたびに多くのファンが集まり、彼らから好意的なコメントを投稿されるんだぜ。いろんな人に愛されてるのね。それに若いのにすごいわ。私たちも見習いたいな。だが、2021年8月、彼女の配信中にある問題が起きたんだ。今からその映像を流すぜ。この当時の佐藤さんは自宅で配信を行っていたんだ。いいのにな。うん。好きな女優教えてください。好きな女優は、女優さんでしょ？アイドルとかそういうのじゃなくて。ねえ、ドアが動いたわよ。ほんのちょっとだけど手が見えたし、あれって何なの？不審者かもしれないし、はたまた幽霊的なもんかもしれないな。こいつの正体については口述するぜ。この事態を受けた佐藤さんはツイッターで、ちゃんと警察に電話して自宅の鍵を交換することにしたし、しばらくは外出を控えるとも語ったぜ。どうやら当時は鍵を閉め忘れていたらしいな。もし不審者だったら怖いわね。さて、このドアを開けた奴の正体についてだが、今のところ不明だぜ。だが多くの人からは、彼女の恋人という説が有力視されているんだ。彼ら曰く、この恋人とは同棲している可能性が高いらしいな。なお、佐藤さんは恋人説を否定し、あくまで不審者が侵入してきたと主張したが、それでもなおこのことに関する追及があったそうだ。そんでブチ切れたのか、佐藤さんは自身のツイッターのヘッダー画像を、中指を立てている写真に変更したんだ。今は別の門に変わってるけどな。中指。それはあまり良くないわね。そうだな。ネットユーザーからはこの行動を咎める声が多く上がったぜ。こんなに失礼な人間なのか、ガキみたいなメンタルだなぁ、といった声がな。ただ、ガチで彼女のストーカーが侵入を試みたものの、配信中だから自分の姿がネット上にさらされてしまうと考え、去っていったという説もあることにはあるんだ。仮にその説が本当だとしたらかなり危なかったわね。部屋中鍵回されたりいろんなもん取られてたと思うぜ。だが、それはなかったらしいし安心だな。あとは、知り合いに部屋のドアを動かしてもらい、あたかも不審者が来たかのように、もしくは怪異が起きたように見せかけた自作自演という説も一部では囁かれているんだ。それと面白い説として、酔っ払いが家を間違えて入ってきたという説があるぜ。この説の提唱者によると、酔っ払いが自宅と勘違いして上がり込もうとしたものの、全く知らない声が室内から聞こえてきたから、とっさにここは違うと判断して早々に去っていったとのことだ。根拠は、ないぜ。まあそうよね。でも何にせよ、まさかドアが開いただけでここまで大ごとになるなんてね。影響力のある人だから、一つ一つの挙動が重要視されるんだろうな。当時はネット上ですごい数の反応があったし、何人かの YouTuber がこの事態について取り上げていたぜ。ただ、正直私は誰がどんな奴と恋人になろうがどうでもいいんだがな。人間なら誰でも恋人くらい作るだろうしよ。次に紹介するのは、ニコニコ動画で活動する男性配信者、ネルさんだぜ。ネルさんは、ニートになったりフリーターになったり、社長になって1000万円の借金を抱えたり、クリーニング工になったりといろんなことを経験したり、ニコニコ動画の生主になったんだ。壮絶な人生を歩んできたのね。だな。そんな彼の放送内容は、フリートーク、グッズを買いに行ったりハンバーガーを食いに行く配信、アニメの感想を喋る配信など多岐にわたるぜ。あと、彼はアニメ好きで、部屋には多数のアニメグッズが並んでいることも特徴的だな。特にケイオン、がお気に入りらしいぜ。ケイオン、懐かしいわね。私も当時はよく見てたわ。さて、今からそんな彼の問題の配信を流すぜ。彼の後方にあるドアノブに注目してくれ。もうね、最近、きっぱり俺書いてるじゃない。アニメ枠は別に裏込みでやらなくても、俺ちゃんとタイトルにさ、アニメトークって入れて、もうそのさ、アラートを見る前に、あ、この枠アニメトークだなって思ったら、アニメ興味なかったらさ、見なきゃいいじゃんっていう。それ俺別にさ、なんか悪い言い方じゃなくて、俺はちゃんと動いたわ、動いたわよね。ただ、配信を見ての通り、問題になるような存在はどこにも見当たらなかったことがわかるぜ。
その後も特に気にせずに配信をしたそうだしな。怪我しなくてよかったけど、結局ドアノブ動かしたのって誰だったの？ネルさんの命を奪いに来た隣人という説、いたずらをしに来た幽霊という説があるが、現在もわかっていないぜ。ただ、ニコニコ動画に投稿されたこの配信の切り取りには、心霊現象、ニコ生アット心霊現象リンクというタグが付けられ、視聴者たちは恐れをののいているんだ。隣人も幽霊も同じくらい怖いわ。そうだな、だが安心しろ。ネルさんは今もちゃんと生きているし、ある女性と結婚して子宝にも恵まれているぜ。それに今は、品川区の議員として政治活動をしているんだ。そうなの、元気に生きてるなら安心したわ。だな。これからも頑張ってもらいたいぜ。次に紹介するのは、ある男性の配信者だぜ。ある男性って、元の動画の画質が悪くて判別が難しいんだ。ニコ生主の京一郎さんっぽいんだが、この辺ははっきりとは言えないぜ。京一郎さんって、ぽっちゃり体型で声がめっちゃいい男性よね。あと歌が上手なの知ってるわ。そうだな。この人の声に魅了された人は数多くいると思うぜ。そんじゃあ、今からこの男性の配信を流すぜ。右方向の扉に注目してくれよな。怖いだろって。寝れなくなったらどうすんだお前ら。え？本当に。寝れなくなったらどうすんだ。かえでか！うん？安心したわ。知り合いの女性だったのね。そうだな。私も途中まではマジでビビったが、単純に彼に用があって入ってこようとしたんだろうな。だが配信中ってこともあり、いきなり入るのも悪いと思って遠くから声をかけたんだろうな。いい女性だぜ。配信を中断して素直に応じるこの男性も優しいわね。この二人、日頃から仲がいいと思うわ。最後に紹介するのは、ある女性生主だぜ。じゃあ早速当時の配信を流すぜ。彼女の部屋の窓の外に注目してくれ。え、何よこれ、誰なのこの人。不審者じゃないか、連絡も入れずにいきなり現れたし、彼女、こいつのこと見て悲鳴あげてたしな。さて、どうやらこの当時は熱帯夜だったようでな。彼女は部屋の窓を開けて少しでも涼しく過ごそうとしていたそうだ。エアコンつければいいのに、電気代がもったいないと思ったのか、そもそもエアコンが部屋になかったのかもしれないな。仕方ないぜ。そんで見ての通り、窓の外から謎の男が彼女をじっと見つめ、後に突然部屋に上がり込んできたというわけなんだ。見間違いじゃないわよね。流れてるコメントでもそういう指摘あったし、多分な。それとどうやら、この彼女の部屋は2階でベランダさえ存在しなかったそうだぜ。ベランダがない。じゃあ映り込んだ男って、はしごを使って覗いていた彼女の熱心なファン、もしくはマジの幽霊だったのかもな。夜をさまよっている時に、無意識のうちに明るい光と音に引き寄せられたのかもしれないぜ。だが調べたところ、これは人の手によって作られた娯楽作品の一部らしいな。だから、彼女の後方に立っていた不審者は CG で、彼女は実際にこういう配信はしていないそうだ。映像自体作り物で、彼女も演技をしていたのね。それでも怖いけど、私は、彼女が全然窓を閉めないこと、警察に連絡しないこと、あとは彼女のリアクションに違和感を覚えたぜ。やばいと思ったら普通すぐに行動するよな。怖くて動けなくなる可能性もあるけど、確かにそうかもしれないわね。ああ、ニコ生主のうなちゃんまんさんが、ある男性にバールで襲撃された時もすぐに警察に連絡していたしな。そんなわけで、ネットでも彼女の演技の違和感を指摘する声が上がっているぜ。ただ、霊夢のように恐怖を覚えたネットユーザーもいるぜ。彼らは、やべえねれねえ。夜中に見るんじゃなかった。マジで怖い。といったコメントを残しているんだ。そうよ、普通に怖いわ。マリサと一緒に見なかったら本物と信じ込んでその場で泣いてたわ。もう泣いてるじゃねえか。涙つけよ。そんなわけで、今回は侵入者が乱入してきた生配信を紹介したぜ。突然知らない誰かが入ってくることが何よりホラーってことが分かったわ。今日はいつも以上に戸締まりをしっかり確認しないと、侵入されてからじゃ遅いからな。安全を重視するに越したことはないぜ。それじゃあ、今回はこの辺で終わるぜ。ということでご視聴ありがとうございました。